皆さんこんにちは。今日はクリス・ミラーさんの著書、半導体戦争を参考にしつつ、半導体の世界について深く掘り下げていきます。特に米中対立や米国の中国封じ込め戦略の影響についても解説していきます。半導体の役割とその重要性、私たちの身の回りにはパソコン、スマホ、車、ロケットなど様々な製品があります。これらの製品の中心にあるのが半導体です。例えばスマホは半導体がなければ動作しないのです。しかしこの半導体を生産できる企業は限られており、その価値は日々高まっています。米国と中国の対立の背景とその影響。2020年、米国は半導体の輸出規制を強化しました。これは中国のテクノロジー企業ファーウェイをターゲットにしたものです。米国はファーウェイの製品が次世代の通信ネットワークを支配することを懸念してのことでした。この背景には米国の中国封じ込め戦略が影響しています。半導体の製造と米中対立の進化。半導体は多くの先進技術に必要な部品です。しかしその製造は複雑で、実際に製造しているのは数社のみ。例えばアップルの iPhone に使われる半導体は台湾の企業 TSMC が製造しています。このような製造の集中は米中対立の中で新たな火種となっています。具体的には半導体の供給ルートが一部の地域に集中しているため、政治的な緊張が経済への影響をもたらす可能性が高まっています。半導体産業の現状と米中の戦略。半導体の需要は増加していますが、その供給は脆弱。2020年の新型コロナウイルスや工場の火災などが供給を妨げ、多くの産業が影響を受けました。米国と中国はこの半導体サプライチェーンを掌握しようとし、それぞれの戦略を練っています。例として米国は自国内での半導体生産の強化を進めており、中国も独自の半導体産業の育成を目指しています。今後のリスクと米中対立の進化。半導体の製造は特定の地域に集中しています。特に台湾の TSMC は世界の半導体供給の中心。しかし米中関係の悪化や台湾をめぐる地政学的な緊張がこの産業に大きなリスクをもたらしています。例えば台湾の半導体工場が何らかの理由で停止すれば、世界中の製品の生産が影響を受ける可能性があります。半導体は今後も私たちの生活や経済に大きな影響を持つでしょう。米中の半導体戦争に興味を持たれた方は説明欄に掲載しましたので、ぜひクリス・ミラーさんの著書半導体戦争を読んでみてください。米中対立や各国の戦略がどのように展開するのか注目していきたいと思います。これからもメーカチャンネルをよろしくお願いいたします。この動画が少しでもお役に立ったなら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。